はいどうも、ひたちの趣味です。見てください、この景色。このね、誰も何もいないこの景色、上ではね、猛禽類がブワンブワンブワン飛び交ってるんですよ。まあなかなかこんな時間にね、こんな森の中で一人でいるやつは、まあ大概釣り人か怪しいやつ、それか神秘といった状況なんですけど、でまあ今回は原水の池に来てるんですけど、ここの話を聞いたのは、何やら学校にあまり行ってない高校生に、最近あそこ行かないですかみたいな言われて、ああそういえばって思い出してちょっと今日来てみたんですけど、確かにねめちゃめちゃ減衰してて楽しそうなんで、まあめっちゃ久々に来たんでね、でおかっぱりなんで一本でちょっと遊んでみたいと思います。ということで早速行ってみますか。野池ハンターのお時間ですね。あ、学校はね行った方がいいよ。以上です。ドット一本でやるぜ。まずはデカダンス、やっぱり朝はトップから。野池ハンターの血が騒ぐぜ。見て、楽しそう。あんま良くないな、土だもんな。ダブルフックだからノリ悪いんですよ。いいのがいい。うん、やっぱデカダンスすげえな。テンポいいしね。そう、おっしゃ、出た、でけえ、デカダンス すげえな。あ、そんなでかくねえや。デカダンスやった、マジで釣れたね。いやいや、アドバイスのおかげだよ。よいしょ、ふう、でかいと思ったら元気いいだけだった。早かった。うん、早かったね。いやー、アドバイスのおかげで一匹釣れました。野池バスやり、さらば。お、ぷわ、舐めた。緑の水は舐めちゃいけない気がする。結構デカダンス、でかいの釣れる率高いん、意外と。ちっちゃいのからでかいとまで来てるの。そう、でなんか超威嚇バイトが多いかな、これだと。なんか出方が激しい、なんか。うん。なんかもがいてるように見えるのかな、このピッチの速さが。音なんかな。本当デカダンスって本当不思議だよ、なんか。うん。あったら絶対買った方がいいと思う。動画出したやつ。うん。あれ多分みんな買いましたよ。多分みんな買った。俺もね、あの時はね、デカダンス俺も買えなかった。転売で値段跳ね上がりましたもん。あ、そうなんだ。黒か、その次に好きなのはシルバーかな。あー、シルバーも結構釣れた。あ、そうなの。釣れた。え、白とかじゃなくてシルバー。シルバー、シルバーとなんかピンク色かな、それがね、釣れた。ギリギリですか。うんうんうん、ペースを上げた方がいいって感じだね。そうですね。チャンス場所。時間帯は一個やばいのかな。最近来た段階でもう取れないですから。おいおい、おおおお、
おほほ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 、何これ、何何何何これ、やべえな、やべえなこれ。いや2匹目怒涛の、これは逃がしてあげましょう。さらば。いやーすごいすごい、このパターンすごいわ、やばい。ずーっとこうやってパンツ上げたら木の下から出てきた。はい、帰ってきました。とりあえず午前の部終了ってことで、のんびりゆっくり釣りしようかなっていうことで、ちょっと編集の時間もあるんで、まあ一旦ここで切り上げるんですけども、まさかね、朝オープニングで話した高校生に出くわすという、すごい奇跡だよね。霞ヶ浦であって、ここの野池で会っちゃうんだから。すごいよね。で釣り方を教えてもらって、ほんと釣れちゃったっていうラッキーな感じだったんですけど、今からちょっと釣り屋さんでアイテムを買って編集して、でまたゆうまずめね戻ってきてやろうかなと思います。まあ、今日はね久々ののんびり長考なんで気楽にやりたいと思います。なんで今からちょっと休憩します。さあ、ゆうまずめ戻ってきました。じゃん、見てください、釣り具屋で買ってきたタトゥーラ SVTW8.1 で PE 巻いてます。でデカダンス、まあ、ユーマズメちょっとこれだけでやってみようかなみたいな。主にフロック用でこれは使おうと思ってるんですけども、跳ね物とかも結構楽しいんで、やっぱ PE なんで遠くに投げてもすぐ跳ね物がピキ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 と綺麗よく動き出すんで、これで釣れればと思います。じゃあ行ってみましょう。やりますぜますね。はい、ただいま帰ってきました。この場所にどのぐらい飛ぶんだこれ。おお、いいね。この値段でこんなにトラブルなしで使いやすいんだ。距離もまあまああるな。ん？何かおかしい。とか。あれ？え？え？羽がねえ。え？完全翼折れてんだよ。翼がロストされてしまったので、令和ダッチでも投げてみようかな。これね、店長に染めてもらいました。祝令和元年、これで行ってみよう。いたー、マジか、いたー、レイアラッチ来たじゃん、来たじゃん。よし、レイアラッチ、はい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 、レイアラッチやれー。おー、レイアラッチ釣れるじゃん、釣れるじゃん、レオダッチ、レオダッチあり、サンキュー。
このセットもなかなかいいんじゃないか。 SVTW も入魂できたし、いいですね、良きですね。何回でも登りますよこの坂を。で次はフロック、こちらにこれパワーフィネスに虫、これでやってみます。あそこの木までだやって、そしたらあの木だらけのところだろう。なんかデザインがいるの、はい、はい、はい、やばいよ、はい、やばいよ、なんで切れた、ういほい、おい、頼むよ、うわ、やっと帰ってきたぞ、波動で、波動で帰ってくるじゃない、来た来た、なんかもう今日は虫をやろうに嫌な予感したから、おおマジか、おおおおやったぜ、ボストーク、やべえ出た、片手で操作してたら、いやーマジでバスタークで出たよ、やりやりですね、プオプオ、ちょっと今の面白かったな、コウ君と電話しててこんな感じだったんですよ、これこうこれやったらドボーンだって、ビビったー、いやーこれ暗くて何が何だかわかんねえぞ。とりあえず野池彫刻終わったんですけども、今回釣れたルアーを軽く紹介すると、まずデカダンスでダッチでバスタークなんですけど、簡単に動かし方というか俺の釣れると思ってる動かし方というと、このデカダンスに関してはまず止めないんですよね、止めないでずっとシャ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 ってやり続けるとジョバって食う、それがもうデカダンスの使い方だと思ってます。これはねほんと一番簡単だと思うんですよね、ただ巻いてればいい。で次ダッチ、こちらはねちょっと面白いんですけど、これ黒いんですけど、黒くダッチ見えると思うんですけど、これリペイントしてるんですよね、元はこんな色じゃないんですよ、なんかゴールド系の色なんですけど、令和になったんで店長に祝令和元年ちょっとリペイントでしてもらってっていう、リペイント黒ダッチで、まあダッチはやっぱりカチ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 とすごいデッドスロー、動くか動かないかぐらいの勢いでやってる方が結構釣れると思います。これを我慢できるかできないかっていう、そういうゲームにもなってくると思うんで、スローな動き我慢できる人はぜひやってみたら結構釣れると思います。最後の方で釣れたこのバスタークなんですけど、片手でこうアクションしてたらジャバッて食ってきたんですけど、で実は暗くなる間際の時は結構こう動かしたんですよ、その時にもモジャってバイトだったんで、止めてても食うし動かしてても食うしっていうことが今回分かったんですね。いろんな使い方で釣れると思うんで、プラスこのなんかねラトローンがね入ってるんですよね、濁った野池とかでもアピールできると思うんで、でこの毛とかでもねごまかせると思うんで、まあ、虫っぽくにもできるし、もちろんカエルっぽくもできるし、でフロック用のリールをどうしてもねずっと欲しくて、もう買っちゃえということで買っちゃったんですけど、タトゥーラ SVTW8.1、 これがねちょっと初めて使ったんですけどめちゃいい、 PE つけて巻いてみたんですけど距離もそこそこあるし、まあ使い込んでみないと分かんないですけど剛性もあるっていうし、でそもそも2万円っていうこの値段がねちょっとマジ最強でしょみたいな、でなんかこの辺もなんか紫色みたいになっててかっこいいんですよね、見た目も。これはね、ほんといいですよ。まあ今日入魂できてよかったっす。これから多分結構使ってく理由かもしれない。っていうぐらいめちゃ気に入りました。タトゥーラ SVTW8.1。俺は 8.1 を買いました。このタトゥーラ SVTW につけてる P ラインなんですけど、俺はね、これを使ってます。このスーパー PE。300m 巻きですね。で 50LB かなり太めの P 使ってます、まあ、これぐらいじゃないとやっぱフロックでね険しいところからカバーから出す時にやっぱ太くないと結構切れちゃうんで、まあ、このぐらい太い方がいいと思いますっていう、まあそんな感じでしたね今日の野池彫刻は。とりあえずトップで超楽しめた、ぜひねトップゲーム楽しんでみてください。ということで次回の動画でお会いしましょう。日立のシムでした。またねー。